うちの娘が小学校5年生の時の夏休みのね、自由研究のテーマが宇宙の始まりって言ったんですよ。すごくないですか、今の小学生。すごくない？俺だって俺ね、小学校の時のね、自由研究覚えてるやつで、わらじ虫の研究ね。いや、俺小学校の時さ、釧路にいたからさ、釧路はさ、もうずっと夏とかもね、あれなの、霧だからもう太陽見えないんだよね。だから昆虫採集とか行ってもさ、いないのさ、虫がね。いや、だからクワガタとかカブトムシとかもずっと憧れたの、見たことないから。だからうちの周りで手軽にね、採集できるのが、だからわらじ虫しかいないから、わらじ虫はもう取り放題なのよ。だからわらじ虫をね、いっぱい集めて、そしてね、2つのグループに分けて、で1つのグループは触角を全部取ったのよ。そしたらさ、明くる日になったら全部死んでたんで。くだらない自由研究でさ。 それがうちの娘ね、宇宙の始まりですよ。だけど世の中の人で宇宙に始まるなんてあるって知らない人もいるのにね。それでうちの娘がいろいろ、だから宇宙について調べて、その教えてくれるわけですよ。パパすごいよ、知ってるっつって、宇宙って138億年前になんかビッグバンってできたんだって、なんつって「おお、知ってる知ってる」なんつってさ。そしてね、そのビッグバンの時のね、エネルギーはね、今でも感じることができるんだよ、なんつって。ええー、なんすよ。それ本当に知らなかったからさ、どういうこと？っつったら、昔のね、ブラウン管テレビの時、砂嵐ザーってなるんじゃない。実はだからあれが、そのね、ビッグバンの時の、だから138億年前の、そのビッグバンの時のエネルギーの名残なんだって言うんですよね。ええー、なんすよ。俺びっくりして、本当に自分で調べてみると確かそうだったんですよ。なんかね、その138億年前に、で、宇宙って最初、もう目に見えないぐらいのね、すごいこうちっちゃい一点だったんですよね。で、それがこうビッグバンによってこう広がって、だからその時にいろんなエネルギーが、だからエネルギーがあるかってこう広がってったんでね。で、その時になんか光だとか電波だとかが出たやつが、それがだから今でもその砂嵐として、なんかそのテレビのブラウン管はそれをだから感じてるらしいのね、138億年前のその電波をね。もうすごいなと思って。そしてこれだけどね、ヨガの行者さんはね、もうはるか昔、何千年も前に実はそういうことしてたんですよね。だから宇宙っていうのは最初はだからもう目に見えないぐらいに言ってんだから、これは種みたいなもんなんですよ。これも不思議じゃないですか？こんだけ広大なね、宇宙が最初は目に見えないぐらいのだから粒だったんですよね。で、それがこうバーッとこう広がって、で、そのね、その時にだから宇宙をこう広げるようなエネルギーが、だから宇宙をこう生み出したり、宇宙をこうやっていろいろ動かしたりでしょ、地球を作ったり人間を作ったり、それエネルギーっていうのがあるんだって言うんだよね。宇宙の森羅万象を成り立たせてるようなものがあって、エネルギーがあって、それをプラーナって言うんですよ、プラーナって。だプラーナっていうのは、だから、まあ、中国とかで言うと気、日本とかでも気っていうやつね。だからこのプラーナ、エネルギーがだから全てのね、現象をこう動かしてるんだっていうのは、実はヨガの行者さんたちはこう知ってたわけなんですよね。だから僕らこうやってね、いろいろこう動いたりするのも、生きてるのも、これはエネルギー、プラーナ、宇宙を生み出したようなエネルギーなんですよ。そして僕らの心もね、そのプラーナで動くんだっていうんだよね。だからね、実はだから僕らのこの周りには、宇宙をこう生み出すぐらいのね、そしてだから人間だとかをこう生み出すようなパワーで満ち溢れてるんだよってこと。だから僕ら知らないけど、ヨガの行者さんだからそれに気づいたわけよ。そうするとね、僕らはこうやってこう生きてるのもそのプラーナなので、ヨガの行者さんがね、昔こうヒマラヤの山の中で瞑想してると大発見をするんですよね。だから森羅万象全てだからこのプラーナっていうのを動かしてるので、そうすると僕らが生きてるのもそのプラーナ、エネルギーなので、でこう瞑想してると、ああ心臓の鼓動も、あ、これプラーナで動いてんだな。そうすると呼吸もそうですよね。心臓の鼓動も呼吸も自分が生きていくために必要だから、だから勝手にこう心臓の鼓動だったり呼吸だったり、呼吸もその自動的に普段は無意識に行われてるじゃないですか。だからこれはプラーナで動いてんだなって。だけど心臓の鼓動はね、自分でコントロールできないけど、呼吸はあれ、コントロールできるよなって話。それなんでだろうなって話ですよね。心臓の鼓動はね、自動的にずっと動いてると、これコントロールできないけど、呼吸もね、ただ単に生きていくためだけに必要であれば、
別にコントロールできる必要ないんだけど、心臓のことと同じように、あれなんでコントロールできるんだ、なんだと思う？だからこれ、だからプラーナをコントロールするためのね。だから心臓の鼓動だって呼吸だって、だからプラーナが動かしているので、そうすると呼吸をコントロールするとそのプラーナもコントロールできるよねっていうことに気づいたんですよ。これがだから大発見なんですよね。だってプラーナってだって宇宙を生み出したり人間を生み出すぐらいのパワーなんですから、それをねコントロールできるっていうことが分かったわけですよね。だからそれを、だからそれが発展してきたのが、だから僕らがあのこのレッスンでやるような、例えば呼吸法だとかね、あるいはその体を動かすこのアーサナってやつ。だから呼吸法って言うんだけど、僕ら呼吸法って実はこれプラーナヤーマって言って、プラーナっていうのは今言ってるだからこの気エネルギーで、アーヤーマっていうのはコントロールするっていうことなので、僕ら呼吸法呼吸法って言ってるんだけど、実はだからこれプラーナをコントロールする、実は長期法ってやつなんですよ。気を整える 長期法ってだから調べるって書くんだけど、だから本当はねその呼吸法っていうんじゃなく、気エネルギーを整えるために行うものなので、僕のねお師匠さんがよく言ってたんですけど、瞑想のねもう亡くなっちゃった師匠がよく言ってたのは、こうやって例えば片鼻ずつの呼吸法ってやるじゃない、これただ単に吸って吐いて吸って吐いてってこれでこうやってやるのは、それはもうただ吸って吐いてだけであれば、それはね単なる変わった深呼吸だよって。だヨガ的には何も意味がないよ。でこうあやしょうかって体操アーサナーでしょ、これもただただこうやってやるんだったら、これはもう単なる変わったラジオ体操だよってヨガ的にはね意味がないよって言うんですよ。じゃあどうすればヨガ的なものになるかっていうと、だからあくまでもね、そのヨガの行者さん、そのヨガのいろんなテクニックを発達させたのは、その死んだ万象を動かしてそのプラーナっていうのをコントロールするためなので、いやそのプラーナをコントロールできるようにしないとダメだよ。だどうする、どうすればいいかっていうと、イメージなんですよ、イメージ。だヨガの行者さんが瞑想してて気づいたもう一つの大発見は、あれって自分の心がいろいろ怒ったり悲しんだり喜んだりする、これなんでだろうな、あプラーナだよねって、プラーナエネルギーによって実は自分の心も揺れ動くんだっていうのを気づいたわけね。そうするとじゃあプラーナをコントロールするためにどうしたらいいかっていうと、だからプラーナが心を動かしてるんだとすれば、じゃあ心を使えばいいんだって。だからイメージする力だとか集中する力が実はそのプラーナをコントロールすることができるっていうことにも気づいたわけね。だから呼吸法するときもイメージするのがすごい大事なんですよ。だから本当にだからただ単にあの酸素を取り込んで、そして二酸化炭素を出すっていうことだけじゃなく、ちゃんとこの世の中をなんか動かしているのはそのプラーナエネルギーを吸い込んでるんだ。でだからイメージがねプラーナって言っても目に見えないからできないので、例えばその太陽のねエネルギーだと、太陽のエネルギー吸い込むとかね、光だとか暖かさだとか、まあ何でもいいんですけどね、こういうのはね、大地からなんかマグマのようなエネルギーを吸い込むとか、これはだからイメージを使わないと単なる呼吸法になっちゃって、これは本当にヨガ的に意味ないよって言うんですよ。でだから体を動かすのもそうなんだよね。実はこの体操法をする時もちゃんとイメージ、自分の体の中にそのなんか光みたいなエネルギーが流れるようなイメージだとか、まあイメージだと何でもいいんだけど、例えば呼吸体でしてみるとかね、それでこうプラーナ実際にエネルギーでこう満たされるっていうんですよ。そしてね、そのプラーナっていうのは死んだ場所をこう動かしているものなので、例えば体のことを考えてみても、あのエネルギーが満たされてる場合は元気だし、エネルギーが満たされてないと調子悪くなる。だから元気って日本でもいいじゃない、だから気なんだよね。だから気がパッと集まってると元気だし、だから気がなくなっちゃってると病気っていうじゃない。だからいずれにしろだから体はそのねエネルギーによって元気にもなれば病気にもなるし、心もそうなんだよね。だからね、さっき言った通り心が怒ったり悲しんだり、ね、喜んだりするのはやっぱりこうプラーナエネルギーの影響なんですよ。だからヨガってね、心を沈めたり心をコントロールするっていうのが一番の目的、心が自分を苦しめるそのネガティブなことばっかり考え出すものなので、苦しみを生み出すのは心なので、だからその心をコントロールしてネガティブなものを手放すっていうのがヨガなんだけど、じゃあどうしていいかって、やっぱプラーナなんですよね。エネルギープラーナをコントロールすることで心も沈める。だからそれをしないとだからヨガじゃないし、それをしようとしたのが
伝統的なヨガなんだってことね。これだからすごい大事なことなんですよ。だからヨガの一番の秘訣はその目に見えないプラーナ、それはだから自分の心イメージを使って体と心をそのねプラーナで満たして元気にする。これすごい大事なことですからね。だからここではだからそういうこの、まあ、ヨガをこうやっていきたいと思うんですけど、すごくないですか。だけど目に見えないそのあれだよ、だって宇宙を生み出すぐらいのエネルギーをコントロールしようとするっていうのがヨガですからね。そしてそれをここでやろうとするってすごくない。だから自分の体も心も自由自在に操れるようになる訓練をするってことですから。わかります。そうだ、これをちょっとすごい興奮しますけど、これだけどあれだよ、他のところで言わない方がいいですからね。ここだけについて、あんまり他のところで言うと怪しまれますからね。ということで、じゃあまずはその呼吸法、プラーナヤーマ。いいですか。だからイメージがすごい大事なので、これからね片鼻ずつの呼吸法っていうのをやります。でこの時にただ単に吸って吐いてじゃなく、自分の真上にね太陽をイメージして、でその太陽のエネルギーを吸い込む。いいですか。で温かさと輝きを吸い込んだら、それをね尾低骨に集めてるつもりになってください。尾低骨、だから背骨ってね自分の体の中のエネルギーの貯蔵庫になってるので、だ背骨の一番下の尾低骨にこう集める。いいですか。でやり方は真似してくださいね。右手を出して人差し指と中指を折り曲げる、これはビシュヌムドラって言うんですね。人差し指と中指ね。で右の鼻の穴を親指で押さえます。左は薬指です。親指と薬指で最初はイメージしなくていいので手順だけやりますから、で右の鼻の穴を親指で押さえたら左から吸って、で吸い切ったら止めます。親指と薬指で止めます。そして右を開けて右から吐く。そのまま右から吸って止めて左から吐く。でこれを繰り返す。いいですか。でこの時に吸う時は太陽のエネルギー、なんか太陽の光みたいなのを吸い込んで、こう尾低骨にこう集める。でこれはできればでいいんですが、吐き出す時はね自分の中のなんかねネガティブなものをこう吐き出すので、なんかこう黒だとか灰色だとか青いようななんかねネガティブなこの煙、そういうものがこう出てるんだっていう感じね。で吸う時は太陽の光ね。で吐く時はそのなんかモヤモヤしたネガティブな感じのエネルギーが出ていくっていうふうに思うと、だから新鮮な光太陽で満たされて、そして自分が今まで溜め込んでるネガティブなエネルギーが出ていくって、どん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 元気になっていくはずですからね。いいですね。大丈夫ですね、やり方ね。じゃあ左右の座骨にバランスよく体重をかけて、背骨まっすぐです。で右手を準備、ビシュヌムドラ、人差し指と中指を折り曲げて鼻の前で準備します。いい。じゃあ右の鼻を押さえて左から吸って、吸い切ったら止めます。尾低骨に集中。では右を上げて右から吐く。なんかね黒いようなね灰色のようなエネルギーが出ていく。じゃあ右から吸って、太陽のエネルギーです。止めて尾低骨に集中。左から吐く。なんか黒い煙がねどんどん出ていく。左から吸って、太陽のエネルギーで満たされて止めて、右から吐く。右から吸って止めて、左から吐く。はい、 OK です。じゃあ一度右手を下ろして背骨まっすぐです。自分が今どんな感じになったのかね。はい、じゃあ目を開けてください。じゃあね、今のやつね、こうやってプラーナをこう吸い込むんだけど、さらに効果的なのは、せっかく吸い込んだやつをね、閉じ込めるっていうのをねやることでもっと活性化するんですよ。でやり方どうやってやるかっていうと、こう吸ってね止めるときバンダって言うんだけど、エネルギーを閉じ込めるやり方、
吸い切ってから喉を閉めて、そして咽をこう引き上げる感じ。咽って肛門と性器のちょうど真ん中ぐらい、骨盤の底なんだけど、そこをキュッとこう締めるのが一番いいんだけど、だけどこれ訓練しないとなかなかできないから、だから咽がキュッと引き上がらない人はね、肛門締めていいです。肛門締めると咽が引き上がるから。いい？だからこうね、太陽の光を吸い込んで尾低骨を集めて、そしてさらにそれをこう閉じ込めてさらに強くするから、まず喉を締めて、で咽咽が肛門を引き上げて締め付けます。尾低骨に集中で緩めるときはね、まずは下からね、咽咽を緩めて顔を上げてから反対から息を吐く。いいですね。じゃあこれ今度やってますから、で呼吸の割合はね、吸うときは4カウントで、止めてるときも4カウント、吐くときだけ8、倍の時間かけてやります。そしてイメージが大事ですからね、太陽の光と、で吐き出すときはそのなんか黒いなんかモヤモヤした煙ね、いらないものを全部吐き出していく。じゃあ左右の座骨にバランスよく体重をかけて背骨まっすぐです。目を閉じます。じゃあ右手ね、ビシュヌムドラ、人差し指と中指を折り曲げて鼻の前で準備。太陽イメージね、眩しく輝いてます。右を押さえます。親指で右の鼻を押さえて、左から吸って2、3、4、止めたらバンダ、下を向いて喉を閉めて、咽を閉めて咽を引き上げる。尾低骨に集中。で咽緩めて顔を上げてから右から吐く。2、3、4、5、6、7、8、右から吸って2、3、4、止めてバンダ、喉を閉める、咽を閉める。顔を上げて左から吐く。2、3、4、5、6、7、8、左から吸って2、3、4、止めて締めつける、喉を閉める、咽を閉める。咽緩めて顔を上げてから右から吐く。2、3、4、5、6、7、8、右から吸って2、3、4、止めてバンダ、そうで、背骨まっすぐにしてから左から吐く。2、3、4、5、6、7、8、左から吸って2、3、4、止めて、そう閉じ込める。顔を上げてから右から吐く。2、3、4、5、6、7、8、右から吸って2、3、4、止めて、左から吐く。2、3、4、5、6、7、8、自分のペース。月の、パパ。